ははいこんにちはえじゃあやっていきましょう生産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 このビジネスは生産があるね成功できる三段が立っている時に使います生産今までの借金を生産する今までのお金の貸し借り いろいろな貸し借りを生産してきれいにするときに使います生産乗り越し運賃を生産するねえ電車に乗るバスに乗る途中までしかお金を払っていないときにきれいにきちっと運賃を払い切ることを生産する創造創造新しい街を創造するね一1から0から作り上げることを創造創造 進学中学での自分の姿を想像する思い描くことの想像です対象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 小学生を対象とした調査ねえー、20歳以上の男性を対象とした調査ターゲットという意味ですさあこの対象線対象な図形ねえー、左右反対で折ったら重なるこういう対象 対象兄と弟は対照的な性格だ明るい性格暗い性格,性格ねえー、面白い性格真面目な性格反対のところをこの対照的という対象と言います追求追求追求技術の追求を追求するねえー、追い求めるということだねこれねさあこの追求病気の原因の追求を続けるね えー、これ研究ね学問的な研究を追い求めることをこの追求と言います。追追失敗の責任を追求するねどうして失敗したのか問い詰めていくということなんだねこれね。さあ「平行平行平行」平行「平行」2つの大変が平行な四角形これ平行四辺形のことですこういう平行ですよ。「平行」ねこれを2つの仕事を平行してやる。 2つの仕事を同時にやっていく同時に進めていくことの平行ですさあこの平行彼の人の悪口を聞くのは平行だねもううんざりだっていう時に平行口が塞がっちゃうわけなんです保険保険保険の先生ね,ね人の健康だとか体の状態こういうのを保険と言いますねさあこの保険もしものために保険をかけるね 幾、えー、くばくかお金を払って万が一自分が死んでしまった怪我をしてしまった時にその費用を出してもらうこれを保険と言います。野生野生野生に育った犬ね、えー、人の手をかけられずに自分の力で育ったことを野生と言います野生野生的な行動をする人だねなんか自然の摂理に合った行動をする時に野生的と言います用意用意 出発の用意ができましたこの用意は準備という意意意味のの用用です用意この問題は用意に解決ははできないよこの用意は簡単なという意味です。ね、えー、繰り返し聞き流してね字のイメージ意味のイメージをしっかり染み込ませながら、えー、最終的には一通り覚えてしまうそういう勉強の仕方をやってみると楽にできます。ね、さあ役に立つなと思ったらチャンネル登録ポチッとお願いします。 じゃあ今日はここまでにしましょう。